皆さんこんにちは、あいまろです。今日はセリアさんとキャンドゥさんの商品で、私が気に入ってこう何回も リピートを買いしているものをご紹介したいと思います。で、先日お買い物をしたものをご紹介するという動画を上げたんですけれども、そこでご紹介していないものを今日はお伝えしたいと思います。で、4点ありまして、ハンドクリーム、それから櫛、テーブルクロス、それからポリプロピレンのランチョンマットです。この4点に関して、なぜ気に入っているのか、それからどういう使い方をしているのかということで説明していきたいと思います。でまず、こちらハンドクリームです。これですね、どれがいいか分かんないので3つぐらい買って、それで使い比べをしてみまして、その中でこれが一番良かったなということで、それ以来これをもう何本買ったか分かんないぐらいこれを使っています。伸び具合とあとしっとり感、それから事務系の仕事なのでね、髪を触るのでベタベタしたり油がついたりしたら困りますので、そこの部分が重要なんですけれども、問題なく使えていて、会社でもお家でもいつもストックしておいて、それで使っています。で、保湿成分入りで、マー油、バー油入りです。という感じですね。はい、次はこちらの櫛です。で、私ですね、髪の毛がちょっと細いのでめちゃめちゃ髪の毛絡むんですね。なのでブラシなんか絶対ダメだし、櫛もここの目がこうもっと何て言うんだろう、細かいこの間が狭いものっていうのはもうめちゃめちゃ髪が傷んじゃうので絶対ダメなんですよ。でこれね、本当に見つけた時嬉しかったです。待ってました。これはトリートメントをした時に髪に馴染ませるようなんですかね、そういうものみたいです。人によってね全然違うと思うんですよ。ただ私たちぐらいにこう年齢がね重ねてくると、髪の毛ねやっぱり細くなっちゃって、髪の毛絡むようになっちゃったっていう人が増えるらしいんですね。どうやらお友達がねポロッと言ってたのを聞いて、そうなんだと思いまして、ぜひねご紹介したいなと思いました。なんか髪絡むと、いう方これです。これこういうので溶かさないと髪の毛傷みますのでね、ぜひ買いに行ってください。テーブルクロスなんですけど、130cm×175cm、はい、ですので120cm 幅 のダイニングテーブルにこうちょうどこう綺麗にこうかかる、そういう大きさのものです。でもうね、ぶっちゃけすんごく薄いです。ペラペラでもう透き通るんじゃないかっていう勢いの薄さなんですけど、うち認知症の母がいるので、母が使うテーブルが天然木なんですよね。なんかこぼすと吸い込んじゃうんです。で別にもう汚れてもいいんですけど、水拭きができないのでなんかカビ生えちゃいそうじゃないですか。そういうのね。そうなんですよ。だからこれを引いてね、もういくら汚しても大丈夫なようにしてあるっていうか、そしたらもうイライラもしないしいいと思います。なので必ず1枚だけはストックで置いといて、すぐに取り替えられるようにしてあります。もう一つね、最後にご紹介したいのがポリプロピレンのじゃんランチョンマットです。で、まあ、ランチョンマットなんでね、私もランチョンマットとして使ってるんですけれども、パソコンを使う時にマウスパッドの代わりにもなってるっていう、非常に便利に使っています。だから2枚こう並べて使ってるんです。これね、そのランチョンマットとしてだけ使ってるんだったら、その紹介するほどのことじゃないんですけど、これねいろんな柄があって本当に可愛くって、まあ、そういうことを本当貼っても可愛いと思うし、ちっちゃいものを物撮りするときね、写真撮るときに下に引いても可愛いし、物撮りするとき の一番 の何が困るって背景なんですよ。これってこれに本当にいろんな柄があるので、これ背景代わりに、ね、こう立てかけて向こう側が映らないようにとかできそうですよね。
すごくなんかね、いろいろ使えると思います。私いつもこれ何枚も用意してやって、いろいろいろんなところに実は使っています。こう拭けばいいのですごい楽ですよね。 そんな時ですよ、この木目調のがあったんです。で、これをこれまさしくね、物撮りにいいと思います。それでこれをこの白くね、ペイントした風な、ね、この木目調のものと、あとこの焦げ茶の方、この2種類も買っておきました。で、これすでにもう使ってるんですけど、何に使ってるかっていうと、洋服のコーデの紹介をするときに、これを引いて、で靴を履いてコーデを、全身コーデを取るっていうのをやっています。で、この白いやつが非常に便利で、靴がね、濃い色の靴、濃い色ねの靴を履いて取ると、下がね、やっぱりこういうね、焦げ茶のフローリングだったり、やっぱりさっきの木目調のでもこういうので撮ると、もうね、靴のデザインが全然わかんないんですよ。なので、こう白いのをね、下に引くと、もうちょっとはわかりやすいかなと思って2色揃えてみました。という感じで便利に使っています。はい、それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。何か参考になることがあったら嬉しいです。高評価もいただけたらとっても嬉しいです。それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた何か、ね、ご参考にしていただけるようなものがあったらね、紹介していきたいと思いますので、また見にいらしてください。今日はありがとうございました。ではまた。